皆さんどうもコンコンチドイシです。今日はニャンコ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 大戦争、ニャンコ大戦争やっていくよ。ノリノリだな。それじゃあ今日はレジェンドステージをやっていこう。早く終わらせていくからね。続きさあ、ここはどんな敵が出てくるかな。エイリアンが出てくるのね。じゃあエイリアンに強いキャラ入れとけば勝ち確定。まだどうなるかわからないでしょ。それじゃあ行ってみよう。まずは様子を見てみよう。どんな敵を出してくるかな。おお、出てきた。下ベロンベロンと、イルカはエイリアンじゃないのかよ。じゃあここは鬼山で、まずはイルカを一気に倒しちゃおう。秒殺。だけどそう簡単にはやられてくれないか。下ベロンベロンが来る前に倒したかったけど、どんどん奥にやりすぎ。巨匠の攻撃範囲のところまで来ちゃったね。だけど鬼にゃんまはグイグイ行っちゃうから大丈夫。おお、もう巨匠倒せた。鬼にゃんま強すぎ、強ポン一切ポン強ポンベイビー。このままもグイグイ行っちゃえ。鬼にゃんまびくともしないし、一人でこれ勝っちゃいそうだよね。さらにはガオも来ちゃって、余裕のよっちゃん89歳、よっちゃん年寄り。あとは寝てても大丈夫かな。まだ何が出てくるかわからないよ。こんなんで終わったりしないか。何が出てくる。こちらも準備万端だぞ、いつでもかかってこいって出ないじゃないか。あきらく終わっちゃったね。この調子でどんどん行っちゃおう。次もエイリアンメンバーこいつに行ってみよう。次はどんなやつが出てくる。おお、マンボウとペンギンか。お金を集めまくれ。だって世の中かな。子供の発言とは思えない。出てくるのが早いんだよな。お金貯め終えてから出てきてほしいよね。そしたらあっちも辛いでしょう。ここもまたまた鬼にゃんまでグイグイいったれ。攻撃なんて効かない。バリア終わって攻撃一撃、強すぎ。鬼にゃんぶっ壊れすぎる。あとあと一気に攻撃だ。あっという間に終わっちゃうんじゃないの。ほんとだね。まさかこんなあっさり終わっちゃうなんてね。レジェンドステージ一気にクリアできちゃいそうだよ。次も行っちゃうよ。次もエイリアン、このまま行っちゃうよ。またいきなり誰か出てくるのかな。前二つはそうだったもんね。意外と今回誰も来ない。じゃあのんびりとお金集めと思っていたらゴリラ野郎出てきたか。まあちょっとお金が貯まればこっちは鬼にゃんま出せるからね。また鬼にゃんまで買っちゃう気かな。当たり前だな、ブラックマン戦う前から勝ち確定だからどうなるかわからないでしょうが、ここはガタイでっかいようですさん行ったれい。いい狩りの一撃でバリアを壊したれい。っていうか進むの遅う。ムート猫よりも早く動いてくれたらいいのに。そしたら強すぎでしょうが、バリアを壊して壊しまくれ。いいぞ、その調子で。おお、なんか新しい敵出てる。前にいたっけ。もう全然覚えてないや。なんで覚えてないんだよ。バリアと波動なんて強いな。しかも鬼にゃんまの攻撃効かない。マジかよ。このバリアどうやって壊しないんだよ。こんなのも負け確定。バリア壊せるキャラ連れてこないと。っていうか壊れた。強すぎるぜ、ガタイでっかいおじさん。バリア平気で壊してくれるなんてありがたいよね。あとは塔を壊して楽勝の出所の勝。レジェンドステージどんどん進めてるぞ。この調子で頑張っていきましょう。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。